この前渡した手紙読んでくれましたか。証拠口で声かけたらうつむいたまま、小さな声で困るんですと答えられて、僕覚えてる、立ってるのが精一杯だった。体育祭で走る君の姿、やけにとても輝いてた。つま先立ちクラスの後ろで見ていた。この前渡した手